Hey guys. Well, 日本語でいきます。すいませんね。英語には自信がないのです。はい、皆さんどうもこんにちは。突然ですが、もういきなり一つ問題提起をしたいなというふうに思っています。日本が危ないというテーマです。ちょっと重いですね。重いんですけど、でも考えてみたら、おかげさまでですね、政権も変わり、ちょっと景気は上がってきましたが、その一方でやっぱり心配事ってたくさんありますね。まあたくさんの社会保障だったり、あとは僕は17歳なんですけど、まあ少子化であったり、まあもちろん経済もまだ全然まあ合格点とは言えないですよね。そんな状態です。すごいその日本って僕頑張ってると思うんですよ。すごい怠けてこうなっちゃったというわけじゃなくて、みんなすごい必死に頑張ってるのにまだ全然解決策が見つかってない。これはどういうことだろうかというのをずっと考えてました。で、僕が一つ、まあ本業がデジタルクリエイターでそういう面から考えるんですけど、おそらく日本の一つの問題点ここにあるんじゃないかなというふうに思ったので、それを今日はお話ししたいなと思っています。それは何かと、ソフトウェアっていうものに凝りすぎです。ソフトウェアっていうものにこだわりすぎです。確かに時代ソフトウェアですね。まあ思うと僕も中学校2年生の時に iPhone のアプリを作ったんですけど、今皆さん iPhone のアプリを作って、素人の皆さんでもまあ何日かで作ってしまって、それが大ヒットするみたいな時代になってきている。ソフトウェアの垣根がすごいまあ下がってきてるんですよね。で、一方で例えばそういうコンピューターに限らず、もっと広い意味での社会的なソフトウェア、まあ、サービス業だったりとか、そういうところも、まあ、製造業がちょっと落ち目になってきたのもあって、すごい注目されている。ちょっとねやりすぎな感じがするんです。でもよく思い出してみてください。日本ってハードウェアの国のはずなんです。もう一回してみれば、もう僕は生まれてませんけど、1950年朝鮮戦争があって、その時に日本は特需によって、まあ、ハードウェアですよね、完全に製造業によって息を吹き返したと。その後高度経済成長も全て鉄鋼であったりとか製造業、車だったりとか、いろんなものがあって、それで復活したわけです。今でも日本の製造業っていうのは世界から一目置かれてますよね。日本人はすごい伝統工芸とか職人技とかを称賛するんですけど、世界的に見たら、例えばマイクがあって出せないんですけど、ここに iPhone があります。僕の iPhone って Assembled in China、 製造は中国なんです。でも中の部品はほとんど日本製です。そして品質の高さが求められるような法人向けのコンピューターですね、これも HP、Dell、 いろんな有名な会社全部日本で作ってます。日本の製造業、ハードウェアっていうのは今非常に評価されてるんですよね。日本人だけが、どこどこの会社の業績がこうなってるからハードウェアはもうダメだとか、そういうことをおっしゃっています。これじゃダメだなというふうに思います。ハードウェアを何とかしないと日本は復活できないと、そう思います。ソフトウェアよりもハードウェアをまず重視しよう、こういうふうに言うと、まあ、まず必ず反論が来るんですよ。どんな反論かっていうと、今までハードウェアでやってきたじゃないかと、そこに戻って何がある、もっと前に進まないと進化はないぞとおっしゃる方がいらっしゃいます。まあ、そうやってソフトウェアに入っていくんですけど、考えてみたらソフトウェアをやるって言ってもハードがないとソフトはできないわけですよ。で、まあ、日本は結局なんでソフトウェアを目指してるかというと、アメリカがソフトウェア大成功してるからなんですけど、アメリカってハードを作ったんですよ。まず自分でハードを作ったから、その上のソフトウェアで成功してるわけです。一方で日本は言ってしまえばそのハードを作るということでちょっと怠けてしまって、いきなりソフトウェアに飛びついた、だから全然しっかりできてないんですよね。ベースがしっかりしていないから、それは上にあるものは当然できるはずがないなと、そう思っています。緩和旧大ですが、最近話題の製品がございまして、皆さんご存知ですか？ Google Glass というのがございます。まあ僕もね一回つけたことあるんですけど、かっこいいね、なんかね次世代感ありますけどね。僕これつけた時に初めて感じた感触っていうのがあって、なんかすごいその体と機械が一体化するような感触というのを得ました。で、さっき初めて言いましたけど、実はこれまでにそういう同じ体験したことが3回あって、1回目は初めて任天堂 DS に触った時、多分2004年だったと思うんですけど、家電量販店で画面にタッチしたら動くっていうのを初めて体感した時、2回目が初めて iPhone に触った時、これは日本上陸2008年でした。2008年に初めて iPhone に触って、2本指で拡大したら画像が拡大されると、これ超面白いなって思ったわけです。3回目が2010年、それは僕が初めて自分の iPhone アプリを作った時でした。自分の iPhone アプリを作って、それが初めてマシンの上で動くと、で自分でデザインしたものが動いてくる、これ正直言って本当にびっくりするぐらい快感なんですよね。
で4回目がこれでした、 Google グラス。この3回前の3回においては結局手と機械がつながった感覚、まあ、ドイツの哲学者が昔あの機械とは手の延長であるっていうふうに言ってるんですけど、それを感じたわけですが、 Google グラスにおいては僕は初めて、なんて言うんだろうな、手以外の体の器官と機械がつながり合ったというふうに感じました。 Google グラスっていうのはおそらくその Google グラスの持っているソフトウェアだったりとか、そういうものも非常に優秀なんですけれども、それ以上にそれよりも下の層にある、下のレイヤーにあるいわゆる人間の五感であったりとか、僕は 5.5 感で呼んでるんですけど、もうちょっとなんか発達した感覚というものにすごい影響を与えてるなと思うわけです。自分より下のレイヤー、まあ、さっき言いました、ソフトウェアの下にハードウェアがあるって言いますが、ハードウェアって本当にそれ突き詰めたハードウェアなのかと、ハードウェアにももっとハードウェアみたいなものがあるんじゃないか、これどん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 突き詰めてたらどうなるんだろうって思うわけです。するとおそらく一番最後に何か土台があるわけですよね。これを何とかしたら面白いんじゃないかなと僕は思いました。僕はこの一番下の土台のことをネオハードウェアというふうに呼んでます。かっこいいですねこれね、ネオハードウェア、なんかネオサラリーマンみたいな感じですけど、これすごくいいなと。でもしこのネオハードウェアに革命を起こすことができたら、ハードウェア上のソフトウェアって結局ハードウェアに依存しているので、下の方から革命がどんどん起こっていったらわーっと上に上がっていくわけですよ。こうしたらなんか上の方でちまちまやるよりも下の方一気に変えちゃった方がいいんじゃないのって、そう僕は思いました。じゃあ下のもので何かと、下のもの、あ、それは人間の文化じゃないかと、人間の感性じゃないか、人間の精神じゃないかと。もし日本が例えばソフトウェアを輸出するんじゃなくて、極端な話日本人の心だったりとか日本人の精神というものをうまく海外に輸出することができたら、もっと日本のものが理解されて日本の思考が受け入れられてっていうふうに、いわゆるもうプラスの連鎖がどんどん起こっていくんじゃないかと、そう思いました。でもいきなりそこにたどり着くのはなかなか難しいので、まず僕はさっきも言いましたが、皆さんの心がもっとハードウェアの方に向くようにっていうのを思って今裏でいろんな活動をしています。ちょっとだけご紹介しましょう。これは何でしょう、テレビです、正解です。ご存知ですよね、テレビね、さすがにね。テレビって最近いろいろイノベーションが起こってるわけですよ。何が起こったかというと、最近地デジ化が起こりましたよね。 4K テレビなんてできましたよね。僕嫌いなんですけど、あとスマートテレビとかフルってご存知ですか。コンテンツをねネット経由で見れるんですけど、起こってるんですけど、これイノベーションつっても全部ソフトウェアのイノベーションですよね。これ変わんないんですよ、ここが、枠が全く変わんなくて、これなんとかできないかなってすごい思ってます。で今いろんな起業家の人たちだったりとかデザイナーの人たちと一緒にチームを組んで、ここをなんとかできないか、そもそもの放送のスタイル自体をガラッと一変させられないか、まあもうさすがに50年以上続いているのでそろそろ変わってもいいんじゃないかっていうのが本音なんですけど、そこを考えています。今までソフトウェアに注目が当たっていたものを、いやでもハードウェアもすごいんだよっていうふうに教えること、これすごいいいなと思ってます。これ僕の趣味なんですけど、アイドルグループというのがございまして、まあね、可愛いんですよ、すごく、でアイドルグループってすごいなんかソフトウェアだみたいな感じで言われるわけですよ。政府もクールジャパンとか言って結局ポップカルチャーソフトウェアとして売っていくわけですけれども、僕らクリエイターからしたら、僕らが作った音楽映像コンテンツを彼女たちが体現するわけですから、クリエイターからしたら彼女たちはハードウェアなんですよね。そうだから、もっとこのクリエイターの姿っていうのを表に出すことによって、なんかアイドルには実はハードウェア的な側面があるんだぞというのをみんなに気づいてほしいなとか思って、ちょっとそこら辺にも手を出しています。僕の目標は世界中のみんなが笑顔になることです。ちょっとこの笑顔怖いんですけど、でもう本当に世界中のみんなみんなみんなが笑顔になることです。じゃあどうやって笑顔になるのかと、ネオハードウェアなんですよね。ネオハードウェアを使ってまず日本の文化を輸出しようと、うまく輸出して、あ、日本ってこんなすごいじゃん、日本のカルチャーこんないいじゃん、ポップだけじゃないですよ、いろんな古いカルチャー、さっき日本舞踊とかございましたけど、そういうものを見てもらってすごい皆さんに幸せになってほしい。でさらに世界中の人たちにもっと頑張ってもらって、世界中の国々もう国のもう取っ払ってしまって、世界中のネオハードウェアっていうのを作って、もう世界中もう平均化してしまえと、そうしたらもうみんな意見のいざこざもなくなって、みんなうまくいくんじゃないかと、そう思ってます。僕はやっぱり日本を何とかしたいっていう一心から始まってるわけですけれども、頑張ってるわけです。そして世界を変えたいなというふうに思ってます。まずは日本から頑張ろうと思います。どうもありがとうございました。